ライアン・ジェームス・ショー・クロスは、イングランド出身のサッカー選手、インテル・マイアミ CF に所属している。イングランドのチェスターで生まれ、ウェールズのフリントシャーンのバックリーで育ち、バックリーにあるエルフェド・ハイ・スクールで学んだ。小学校時代には、フリントシャー・ボーイズに選ばれていた。そのチームでは、ガリー・スピード、マイケル・オーウェン、イアン・ラッシュもかつてプレーしており、 ショークロスの弟のローリーもプレーしていた。2003から04シーズンには、マンチェスターユナイテッドの U-17 のチームで22試合に出場し、ノッティンガムフォレスト戦、ブラックバンド・オーバーズ戦でゴールを挙げた。2004から05シーズンは、U-18 のチームで21試合に出場し、2005年3月5日に行われた、エバートン戦でゴールを記録した。 リザーブチームのゲームにも5試合出場し、セントラルリーグのディビジョン1イーストのタイトルを獲得した。2005から06シーズンは、プレミアリザーブリーグで好成績を収めた、リザーブチームの一員であった。リザーブチームは、マンチェスターシニアカップ、FA プレミアリザーブリーグノース、プレミアリザーブリーグのプレイオフでは、トッテナムホットスパーのリザーブチームに勝利し、三冠を達成した。 トップチームデビューとなったのは2006年10月25日に行われたリーグカップ3回戦のクルーアレクサンドラ戦でありマイケル・バーンズと交代で出場した2007年1月にレンタルでロイヤル・アントワープに加入し夏にユナイテッドに戻るまでレギュラーとしてプレーしチームのプレーオフ進出に貢献するとともにショークロス自身も3ゴールを挙げた 2007年8月9日、ショークロスは6ヶ月間の期限付きでチャンピオンシップに所属するストークシティに加入することになった。ショークロスは1から0で勝利した開幕戦のカーディフシティ戦、リーグカップのロッチデール戦と2試合連続でゴールを挙げた。ローンで加入している間にショークロスのストークでの評価は高まり、2008年1月の移籍市場で、 完全遺跡で加入することになった。2008年1月18日に手続きは完了し、マンチェスターユナイテッドへは100万ポンドが支払われ、ストークシティが昇格を果たした場合とショークロスの出場機会に応じて、ユナイテッドにはもう100万ポンドの遺跡金が支払われることになっていた。素晴らしいプレミアリーグでのデビューシーズンを終えると、ウエストハムユナイテッド、フルアム、エバートン、 リバプール、マンチェスターユナイテッドが獲得に興味を示しているとの報道がなされたが、ショークロスも監督であるトニー・ピューリスもその噂を否定した。2009から10シーズンの開幕戦のバーンリー戦では、ヘディングからゴールを挙げ、2から0の勝利に貢献した。2010年2月27日に行われたアーセナル戦でショークロスのタックルによりアーロン・ラムジーが骨折し、 ショークロスは退場処分を受けた。すぐに病院に搬送しなければならないほどのラムジーの怪我を見た。ショークロスは涙を流しながらピッチを後にしたが、試合後にチームメイトのダニー・ビューとロリー・デラップはショークロスを擁護した。彼は献身的な選手だが、意図的に誰かを怪我させようとする選手では決してない。みんな何が起こったのかをすぐに理解していたが、 審判は相手選手を怪我させた異常症クロスを退場処分にしなければならないと言っていた。ストークの選手ローリー・デラップ、ライアンショークロスのタックルと退場について語る。ショークロスは上記のようなタックル後の態度もあり、アーセナルのファンから300通を超える同情のメールを受け取った。また3月4日の親善試合、エジプト戦では、 イングランド代表に初招集されたが、ショークロスは代表の全選手が親切に接して試合に集中させてくれたと語った。2021年2月20日、MLS のインテルマイアミ CF へ加入することが発表された。2008年1月、UEFAU-21 欧州選手権の 予選のアイルランド代表戦に臨む U-21 イングランド代表のメンバーに招集された。ショークロスはそれ以前に U-15 のウェールズ代表としてベルギー代表戦とアイルランド代表戦に出場した経験があった。2009年10月、FIFA は16歳より前に5年間義務教育を受けた国で代表としてプレーすることを許可したが、 ショークロスは2010年3月に行われるエジプト代表戦に臨むイングランド代表のメンバーに招集された。2012年11月14日にソルナで行われたスウェーデン代表との親善試合で途中出場し A 代表初出場を果たした。しかし相手 FW のズラカン・イブラヒモビッチに4得点を決められ、この試合を最後にショークロスは イングランド代表に招集されなくなってしまった。2016年にショークロスは、ズラタンは僕の代表キャリアを壊したんだ。僕はチャンスを得たけど、彼を止められる DF は多いとは思わないと語っている。ありがとうございます。